に早朝訓練の報告に来ました。カズト様はどうしたのですか？あ、お暇なら孫悟のお屋敷に来られますか？今日は皆様お屋敷におられますよ。はい、じゃあ首里様に報告した後、私が先導しますね。そうですね、時々蓮華様や脳様、メイリン様が本国に戻っていらっしゃいますけど。はい、本国の経営はメイリン様たちの方針を踏まえた上で若手に任せてますけど、経験が浅い分うまくいかないことも多いみたいですし。シェレン様はお一人でフラフラと出歩いていらっしゃるみたいです。レンファ様やシシュン殿、アジェとか私もですが、都の経営とかこの絵の調練とか、いろいろとお仕事させていただいてますね。はい、カズト様専用の舞台です。三国の将たちでその調練を行ってるんですよ。かなり練度も上がってきてますし、しっかりカズト様をお守りできると思いますよ。そうですね。あ、そろそろ到着です。様が思春度の相手に鍛錬を行ってるんです。ご案内します。踏み込みが甘い。もう一度です。せーい。よし、いい踏み込みです。次。腕だけで剣を振るうのではなく、もっと腰と肩をうまく使って。せーん。そうです、今の感覚を忘れないように。あっ。では次、1対1の戦闘において最重要な足さばきの鍛錬です。まずは私が手本をお見せします。1対1で重要な点は一つ、体勢を崩さないということ。体勢を崩してしまえば相手に主導権を握られてしまいます。一度主導権を握られてしまえば、よほどの技量差がない限り挽回するのは困難になります。その一点を忘れぬように。わかったわ。では蓮華様なりの体勢を崩さない構えをしてみてください。そうね。カズト、いつからそこに？そうなの？なら私が相手を。蓮華様、まだ鍛錬の途中です。あ、でもほら、せっかくカズトが来てくれたんだし、ちょっと休憩にしましょう。蓮華様、まだ鍛錬の途中ですから。はい。よろしい、それでこそ孫悟の王です。ところで、おい本郷、うっせろ。
声を出したら殺す。じゃあカズト様、私たちは近くで声を出さないように応援しておきましょう。いくらおむず狩りになっても予定は変更いたしません。さ、武器を構えてください。はい。では先ほどの説明通り、足さばきに注意して私の斬撃をしのぐように。では行きます。お覚悟。もっと腰を落として、棒立ちでは体が流され体勢を崩すことになりますよ。次。重い。まだまだ、私ごときの斬撃を重いと言っていては戦場で生き残ることなどできませんよ。師匠、何でしょう。いつもよりも気合入っていない。そんなことはありません。もしかしてカズトがいるからとか。ありえませんね。さあ蓮舫様、次です。お覚悟。気合です、気合でしのぐのです。さあ無理だって。ちょ、あーやっと終わった。お疲れ様でした。今日の修練については後日復習しておいてください。復習？当然です。鍛錬は一朝一夕にならず、体に叩き込まなければいざという時に役に立たないでしょう。よろしいですね。了解よ。では本日の鍛錬はこれで終了しましょう。え？でもこの後は睡蓮の予定が。かなりお疲れのようですから、そのような時に睡蓮を行っては不測の事態が起きないとも限りません。睡蓮は中止といたしますので、あとは蓮舫様のご自由に。ありがとう師匠。は、では私は兵の長練へと向かいますので失礼します。ええ、今から私も半休出そうよ。それでは蓮舫様、カズト様のお相手をお任せしてもよいでしょうか。私、アーセと鍛錬の約束があるので。もちろんよ、頑張ってね、ミンメ。はい。それはそうよ、あの子はもともと武漢だったし、それに後は一線級の人材が少ないから、あの子にも前線に出てもらわないといけないからね。強いわよ。周囲がぼやけて見えるのにどうしてあんなに強いのか正直謎だわ。ええ、目が悪い分気の流れには敏感だそうよ。
ぞ、レ、ヨ、リン。アーシェのこともいいけど、せっかくのお休みなんだから、どこか行かない？そうね、ゆっくり話ができるところならどこでもいいわ。